下回転の練習方法なんですけども、最初にボールのどこを捉えてどういうふうに戻ってくるかっていうのをしっかり見る必要があります。でそのためには、別にサーブを決めるっていう意識ではなく、実際に飛ばしてみて高いボールでも構わないんでネットを越えるようなイメージで適当にこうバックスピンをかける練習から、で台の上に戻ってくるっていうのを確認する。でこの時にまっすぐ戻ってくればちゃんとした下回転が出せるんですけども、ちょっと横に曲がったりとかハンダルの横に曲がったりとかっていうのがならないようにチェックをしながら行ってください。じゃあ実際に、戻ってくるっていうのを今度確認できたら、今度はその高さを低くしてみる。それでだん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 コントロールをする練習をしてみてください。で、切れるようになったら実際のサーブを出すイメージでまっすぐ戻ってくるように出す。どん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 それが上達していったら、今度はバウンド数を意識する。最初はワンバウンドで台の外に出て床で戻ってきても全然 OK ですけど、慣れてきたら台上でちゃんと戻ってくるように、そういうイメージで練習してください。実際にレシーブをしてもらいます。お願いします。でこの時にレシーブしてもらう人にサーブが出たら攻撃してくださいっていうふうに要求することによって、そのサーブの長さを自分でチェックすることができます。で実際出たら打ってください。サーブが長かったんだな、今のサーブは短かったんだなっていうのをチェックしていくことが大事です。